はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第37回闘技場ですね。4日目になりますかね。昨日まで成績は9勝0敗、順位が少し上がって49,300位ということで、このテリーと当たりたいかな。今回テリーが出てくると思ってそれに合わせたパーティーを作っていたので、テリーで行くか。行きますか。ドレアムがちょっと怖いけどね。昨日はちょっとね、いまいちな戦いでしたよね。うまく削りきれなくて。はい、対戦よろしくお願いします。いいんじゃない。テリーと奥までどっちが早いんだろう。テリーも早いイメージがあるけど、まあ、今回は2戦目なんだよね。あ、デボラの方が早いの。へえ。うわ、受けんのかこれ。受けんのか。この差ですよ。同じ英雄系でこんな範囲の差があっていいのって感じだよね。デインか。デインね。デイン耐性あること誰がいいの。半減メラ大弱点、これ無理。大困るわ。大弱点なんだね。きついね。あとこっちだね。こっちの範囲なかなかなんだよな。こんな感じでしょうか。ギラ、いやー、ダメだな。デインダメでしたよね。ダメなんで下がりたい。この位置だな。でメラ打ち込みたい。じゃあもう打ち込みたいんだよな。大弱点な。でもこれ必殺の範囲かもしれないね。だから何とも言えないんですが、6番目9番目、こっちはこっちで打ち込みたいんだよな。いい感じですよね。6番目ギラ、これはこっちか。こっちだね。ここがいいね、絶対ね。でこうしますか。こうしかないな。ライアン奥まで。バギー、あ、いいね、いいね、いいね。これでいいね。よし、じゃあ行きましょう。こんな感じですね。はーい。ちょっと待って。耐性、ちょっと待って。等倍でだよ。等倍で1000食らうの。やばくない？これはどうしましょうか。この辺で桜招きでもしとく。招かなくてもまあまあ、どうしようかな。テリーやっつけらんない、これで。デボラの方向かいたいっちゃ向かいたいので、こうしようか。じゃあね、うまくいければ向かいたいので、こっち側からいっときましょうか。はい、ダイヤンで落とせないかな。ファイヤーバー1個出るのはまずいか。こうしとこうか。1300、テリオ上回る。バーニング、バーニング、バーニング、こっからいこうか。ライアンはちょっと待ってよ。次ここは勝ってくるな。大くらい。まあまあまあ。はい、2段目いって。すまん。飛んだらすまん。やべ、これやべえ。そうか。
そうなんだよね。桜吹雪。うわ、きつな。なんでミスが出んのよ。あ、食らってんのか。食らってんのか。きつ。まあまあ打ち込むか。落とせてよ、落とせてよ。いや、これダメだ。ダメだ、これは。いやー、やっぱドレアムなんだな。もう貫突してんのがやっぱ気になっちゃったな。今大会初負けです。いやー、はい、2戦目気を取りなして。このドレアムは良さそうだね。1919。あ、ここでもいいかもね。16。あ、ここでもいいかもね。よし、じゃあ16、あっちのこっちの方にさせてもらおうか。さっき来た似たような感じで、 S タークは凸がついてないんで回復なしというところがまだ狙い目だね。ドレアム落としたいね。やっぱりドレアムつらい。うん、こっちが固まるか。あとは行動順ですね。はい、対戦よろしくお願いします。2戦目です。ボード順8987。78912。じゃあこっち固めようか。こっち固めよう。もうみんながいけるようにんで、そうだね、あそこぐらい落としたいねっていう感じ。あそこぐらいで分かりましたかね。よしよしと。じゃあ行ってもらいましょうか。落とす順番化したらデボラじゃなくてドリアムから落としたいね。守りでも入れときますか。違う、そんなことしちゃダメ。あー、そっか、ここで招けばよかったな。あっちの攻撃受ける必要ないもんな。いやー、これ打ちたいけど、あっち、あっちにも行かないとまずいんだよな、これな。でも落とせないな。こっち側に固まるか。それでもいいな。受ける必要ないじゃないもんな。ん？まあここでいいか。でもね、ここでいいっすね。で、落とせる。 OK、 これは OK。 そうですね、そうですね、身代わりが入ると。さあさあさあ、ここどうしようかな。下がってもいっちゃいいんだよな。どうせ落とせないんで、この3人であれば落とせないんで、来るからね。さ
下がるか。下がるか。まあまあいいでしょ、いいでしょ。これバーニング入れるか。こっから入れるかな。はい、ライアンは下がろうか。下がって、ああ打てないか。ウォークライ次にかける。黒煙ですね。お化け構図は届かない。うわ、微妙に食らってる。私の充電との戦いともなってきましたよ、これ。どうしようかな。こっちから打ち込もう。よし。ドレアも来る前に落としたい。回復はなしよ。オッケー。下がったのは正解でした。オッケー、よし。これでトリックフレーズルじゃねえや。お化け小僧には好きにさせないぞ。身代わり。4ターンかかってはしまいましたが、まあさっきの負けよりかはいいでしょう。あと1000電池持つか。19、まあここで行こう。ここでいい。はい、対戦よろしくお願いします。ハッサンは多分硬いと思うよ。相当硬い。普通に AUK HP もられるから。初戦で戦ったんですよね、今大会からね。なかなか落ちないっていうイメージですね。よし来てもらえるから、これ全部カウンターで打っていこう。でビアンカの方は後に置いといてもいいね。しかも倍キルと入りそうだし。だからハッサンは受けない。よし、ここだ。こっちは受けちゃまずいけど、そこか、絶対受けちゃうね、これね。一番硬いの誰なんのかな。まあトンネラでいいか。ギラで行って、いや硬いな、どこも硬い。それかこっちをもうちょっと固めて何人かで行くっていうのも手ですよね。まあこれでいきますか。はい、電池もないということで、バイキルとはそこね。来る、守り、これはじゃあここで行こうか。ここで うわっとギリギリだ。よし、まあとりあえず落としておいて、ウォークライ
さあ次ハッサンどこ狙ってくる。いて。いて。ハッサンがどこ狙ってくるとこじゃない。すげえな。さすがだな。いやいやきつい。きついこれは。ここどうすか。ビアンカ狙おう。きついきついきつい。半減。半減。1、2、3。いやこれね落とせないかもビアンカ。ライアンでいける？結構。あもう出た出た。もう出た。これ前にも言ったんですけど、こっちは3人で1人の落とすのが、あ、そういう吹き飛ばしなんだね。3人で1人落とすのがやっとで、向こうは1人で2人落とされてる。最悪。ハッサンも。お、どうした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 。急にこれは電池か。いやもうヒットポイントフル満タンだもんねこの2人ね。はい、というわけで4日目が終わりました。今日2つも負けちゃいましたね。まあ範囲は分かってますが、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。